長野県塩尻市学館高等学校は、長野県塩尻市に所在する公立の高等学校。講師の、我十有五辞詞、う学部に基づく。論語全20編中の第2編である、異性に収録。講師の言う、学に志すとは単に入学試験、就職試験のための勉強のような一過性の学習のみにとどまらず、 一生果てかけて追求する学問の道のことを指している。2000年に長野県発の総合学科を設置した。1911年に創立された農学校を前身とし、塩尻の特産であるどうを原料としたワインを1943年より、醸造、希郷ワインのブランドで知られている。授業は前期と後期の2学期制を採用し、1回あたり50分の6次元制。 一人一人の進学、就職といった多様な進路に対応した柔軟なカリキュラムが施される。現代社会における情報化、国際化の進展や産業技術の発展を踏まえ、生涯にわたる人間形成の基礎を培うため、多くの科目を解説して、生徒の個性を伸長させるとともに、将来の職業選択を視野に入れた進路への自覚を深めさせ、 社会の変化に主体的に対応できる、心身ともに健康な人材を育成する。ありがとうございます。